はい、こんばんは。えー、本日はですね、えー、岸田さんですね。まあ、早ければ12月、遅くとも来年3月には辞任することがですね、確定的な岸田さんですね。えー、まあ、この人についてね、喋ってみたいと思います。えー、まあ、本日ねですね、まあ、今日ですね、えー、この補正予算案を審議するね、参議院の予算委員会ですね、まあ、これ NHK の放送をね、中継されてましたけども、 まあこれ途中までね、えっ、ーえー、と、見てですね、聞いていたんですけども、まあこれね、えー、岸田さんという人間ね、まあ改めてですね、えー、いろいろと思うところがあったんですけども、やっぱりこの人はね、道を間違ったなとお、というね、思いを僕はね、深くしました。というのはね、この人ね、なんていうかな、政治家ですね、政治家ということを、えー、なんていうかな、 あえて、ま、岸田さんにね、あの、肩を持つわけじゃないんだけども、えー、それに、岸田さんに即して言いますと、政治家という仕事をね、楽しんでいない。そういう感じがしましたね。えー、つまりね、全然政治家に向いてない。ということなんですよね。政治についてですね、全然ね、正面から取り組んでない。なので、えー、答えがですね、えー、ま、非常にわかりやすく言えば、みんな一言。 つまりね官僚が用意した答弁をですねただただ読んでいるだけそしてね、あのー、突然の質問に自分が答えるですねまあ急に答えなくちゃいけない段になっても、えー、前に読んだ何度も読んだその官僚の答弁を思い出しながらそれを繰り返しているだけということなんですよ。 これね、普通に考えればわかるようにですよ。自分でね、あのー、一生懸命考え、考えるということですね。これはね、まあ、物事を、ね、その道が好きであれば一生懸命考えますよね。そしてそれについて語るということですね。これすごい楽しいですよね。ね趣味の問題なんか考えてみてもわかるじゃないですか、ね。自分の趣味のことをですね、語るってすごく楽しいですよね。 見たり聞いたり語ったりするのはですね,ね。つまりその仕事ということもそういうことなんですよね。仕事についてもですね、やっぱりね、えーまあ、趣味と同じとは言わないけども、非常にこの情熱を傾けて、えー、取り組む問題じゃないですか、ね。なので、そのことについて語ったりですね、えー、聞かれてね、それに答えたりするのはむしろ楽しいはずですよ。で、自分の言葉でですね、 自分が考えた、その言葉で答えたいもんですよね。うん。ね。なのに、岸田さんの場合はですね、そういう言葉が出てこないんですよ。なので、聞いている方としてもですね、あれなんかいつの間にかこあの答弁が終わったなと。果たして今何を言ったんだっけかなみたいなね。<laughs> そういうようなことでね、全然記憶に残らないんですよね。これじゃあね、ね。 指示したいと思っても指示できるわけないじゃないですか。<laughs> ね。なので、これね、もう岸田さんのために言うんだけど、もう政治家やめた方がいいですよ。やめた方がいい。はっきり、岸田さんのために僕は言うんだけども、ね。そして、自分の好きな道、ね。まだ、ね、人生ね、これからでも遅くない。というのは、生きている限りね、人生は続くわけですから、これね、 本当に自分にとって好きなことって何なんだろうと。それね、あの、もう一回突き詰めて考えて、もう一回始めた方がいいですよ。人生に始めた方がいい。やりなした、やり直した方がいい。岸田さん。ね。政治家は向いてない。全然向いてないです。ね。ああその答えを聞いてるとね、なんとかごまかそう、ごまかそうというね、あ正面からその質問を受ければ、えー、これ、どうしてもね、 もう、とんちんかな答えになっちゃうんで、どうしてもごまかそう、ごまかそうというね、考えばかりなんですよ。それがね、もう見て取れるんですよね。手に取るようにわかるんですよ。うん。ね。まあ、そういう事例はたくさんね、あるんですけども、ね。まあ、すべてね、その事例ばっかりなんだけども、その象徴的な事例ですね。答弁ね。えー、これをね、ちょっと一つね、一つだけ紹介したいと思うんですよ。今日のね、この参議院のね、 えー、この予算委員会ですね。これは立憲民主党のね、石橋道弘さん。石橋道弘参議院議員のね、質問なんですね。うん、まあこれね、まあいろいろ多岐にわたってですね、いろんな質問があったんだけども、まあその中でね、まあ僕が聞いていた範囲っていうかな、まあ途中までしか聞けなかったんだけども、この柿沢美斗さんの問題ですよね。柿沢美斗さん。まあこの人はね、東京都のね、江東区長選ですね。 これをめぐって公職選挙法違反ねえー、その関連のですね関連容疑で捜査されているわけですよこれ大変なことですよこれ,、ね、これねこれね法務副大臣だったんですようんあの岸田内閣の法務副大臣ですよね法務省の副大臣ですよねこの日本という国の法律を司るね法務省それの副大臣ですよねその人がですよ 公職選挙法違反事件で、その関連で捜査を受けてるって、これね、もう、もうそのこと自体があれじゃないですか、ね、まさにこの人もですね、あの泥棒でありながら警察署長やってましたっていう話じゃないですか、ね、うん。で、その柿澤さんがですね、この問題でね、えー、10月31日に法務副大臣を辞任したんですよね。うん やっぱり泥棒が警察署長やつやゃちょっとまずいんじゃないかっていうことでね。まあ法務大臣を辞任したわけですよ。ね。うん。だけどもね、このその辞任にあたってね、その辞表を提出したその理由ですね。これについて何、どういう理由だったかっていうとね、まあ簡単に言ったら、この予算審議のね、えー、邪魔になるんで、妨げになるんでっていうね、まあそういうことですよ。ね。それが理由ですよ。ね。 うあ、ん、これはね、ひどい。まず、まずそのことがね、まずね、ひどいですよね。法務副大臣でね、公職選挙法違反っていうね、その関連容疑ということでしょ。うそしたらもうそんなね、予算審議なんてね、そんな、そんなこと関係ないじゃないですか。ね。うん。そもそもあなたが国会にいてはダメだっていう話じゃないですか。ね。うん。そしてしかもですよ。しかも、 この石橋さんとのね、この質疑を聞いていてね。<laughs> やっぱりね、石橋さんと同じように僕も苦笑いしちゃったんだけどもね。その理由についてですよ。今言った理由についてね。法務副大臣ですね。法務大,法務大臣、ね。法務副大臣の上の法務大臣ですね。その法務大臣が柿沢美都さんに面会して聞いたということなんですよ。ね。だけども、岸田さんは直接面会してないと言って、 ね、直接面接してないと言うんですよ。これ普通ですよ。ね、うん。普通考えればですよ。もしね、政治というものに情熱を持っていたらですよ。自分の内閣でしょ。自分の内閣。その法務副,副大臣ですよ。ね。チームの中の一員じゃないですか。法務副大臣、重要な。ね。うん。それが、ですよ。あのー、まさに江東区長戦でね。 買収容疑ですね。まあそれ、まあその他にもいろいろありますけどね。うん、それについて疑いを持たれて、ね、捜査を受けている。ね。それについて、直接聞くのは、なんていうかな、筋というか、筋の前に、人間としての普通の感情じゃないですか。でしょつまり自分の内閣、組織した、その中で重要,重要なポジション、ね、法務副大臣、ここに、 カギザお前を抜擢してやったということじゃないですか。それが何、何 <laughs> 公選法違反ね。普通だったら飛んでくじゃないですか。まあね、首相が飛んでいくってことはないからすぐに呼びつけるじゃないですか。おい、ちょっと来いと。ということだよね。お前これどういうことだと。問い詰めるでしょ、普通。<laughs> ね。これなんていうかな。最低線というか、むしろね、人間である限りですよ。 あるいはその大人である限り、誰もが普通に持つ感情じゃないですか。ね。誰だってそうでしょその自分のね、会社でですよ。ね。自分がある仕事を任されてですよ。そのチームをね、選んでいいということで、まあ例えば5、6人選んだとしてね。で、そのうちの1人がとんでもないことをしでがして、ね。えー、これはそれをやめるということになったら、まずそいつを呼ぶじゃないですか。 おい、お前、これどういうことなんだよ、と。お前どういうね、責任感覚、責任のね、意識持ってるんだ、と。問い詰めるじゃないですか。ふざけんな場合、やろう、みたいなね。それをね、全然やってないんですよ。ね。うん。つまり、自分で柿沢さんに会ってなくて、ね。そして、それを、あの、法務大臣ですね。うん。 これ、えっと、小泉隆二さんという人ですけどもね、小泉隆二さんに任せっきりで、そして、後で報告を受けました。じゃ、その報告を受けた、そのね、あのー、辞表を提出した理,理由って何ですかって聞かれたら、えー、審議の妨げになるので、どういう理由ということはあ、私はしっかり聞きました。とかね、しっかり聞きましたじゃないだろ、このバカ野郎みたいなね、<laughs> そんなことでしょう、うね。 自分の内閣のね、政務三役が辞任を申し出ていると。ね。その時にですよ、自分が面会してその理由を聞くのが、普通トップのやることでしょ、これ。これが人事に責任のある人の、えー、ね、責任であり、なおかつ人間としての普通の感情じゃないですか。その普通の感情さえ出てこないっていうね、岸田さん。 これ一体ね、人間としてどういう人なんだろうと <laughs> いうね、素朴に僕はね、首かしげるんですよね。なんでそれで、なんていうかな、岸田さんの気持ちにね、よくね、収まると思いますよ。僕だったら収まらないですね。ふざけるなっていうことで、お前今すぐ飛んでこいということで、どういうことなんだっていうふうに怒るじゃないですか、普通は。ね。 うん。それがね、法務大臣にね、えー、聞いてもらいましたなんて。<laughs> ふざけるなって話じゃないですか。ね。うん。しかもその理由がですよ。予算審議の妨げになるからとかなんとかね、ね、審議の邪魔になるか、な、な,なるかっていうね。そんな話じゃなくてね、もろ公選法やんでしょう。つまり買収上下でね、調べた、調べられたっていうね、選挙違反じゃないですか。ね。 もうね、1からね、100まで、全部ひどい話ですよ、これ。ね。あそしてね、これね、えー、読売新聞のね、ちょっと読売新聞の記事ね、読んでみますとね、11月25日に、えー、この問題ね、読売がこういうふうに書いてるんですよ。ちょっとね、肝心なところ,とところだけ読んでみますとね、えー、4月の東京都江東区長選をめぐる公職選挙法違反事件で、 木村弥生前区長を支援した自民党衆院議員の柿澤美斗前法務副大臣側が東京地検特捜部に区長選前に自民党区議ら5人に各20万円を渡したと説明していることが分かった2人は後に返金したが、えー、特捜部は柿澤氏が木村氏を当選させる買収目的で少なくとも計100万円を提供した可能性があるとみて めの捜査を進めているこれ、もう読み入りのこの記事の毎文読んだだけでもうこれ完全にアウトじゃないですか。ね。要するに柿沢さん側がね、あの、自民党区議員に5人に各20万円を渡したと言ってるんですよ。合計100万円。買収、買収じゃないですか、これ。ね。ああ。そしてね、秘書のね、 えー、秘書の一人はね、えー、区議選の人中見舞いだとかね、言ってますけども、そんな理由なんか20万円で成り立つわけないじゃないですか、これ。ね。うん。これ、こ完全の買収ですよ。買収ね。うん。ああ、これはね、大変重いですよ。ね。うん。大変重いですよ。これ、法務副大臣が選挙買収なんてね。 ほんとさっきも言ったけどね、泥棒が警察署長にね、就任しましたというのと同じですよね、これね。<laughs> ひどいですね、これねあ。ひどいですよ。でね、これね、岸田内閣の場合はね、こ,んねこれだけじゃなくてですよ、ね山田太郎ね、文部科学政務官、これが売春疑惑でしょう。それから、<laughs> これもひどいけどね、か神田健二さんね、あ 神田健二さん、<laughs> この人が財務副大臣でしかもね、えー、職業が税理士なのに税金滞納で4回の差し押さえを食らっていたというねひどい話ですよね。うん、この神田賢治さんもひどいけどね柿沢美斗さんの場合はこれね <laughs> 買収容疑ですからね。<laughs> うん、そしてねこれ前もねお伝えしましたけど僕に入ってきた情報ではね えー、この神田健二さんね、この4回の最小裁、これは財務省のリークですよ。ね。財務省のリーク。これどういうことかというと、財務省が岸田さんを切ったということですよ。ね。これ前、前回、前々回説明しましたね、徳田ねということでね。うん。要するに、神田さんが、えー、財務省のリークで、こういうふうになったということは、財務省がね、岸田さんを切った。 ということで岸田さんは、えー、ー相晩終わりということですよ。早ければ12月。ね。遅くても来年3月ですよ。ね。そしてさらに入ってきた情報では、この柿澤美斗さん、ね。これもどうもね、財務省のリークじゃないかと。その可能性がね、結構高いというんですよ。ね。うん。で、これ,をなこれがね、もし財務省のリークであればですよ。まあ、その可能性が高いということなんだけども。 何を意味すするかとということなんですよねあえつまり今ね読売新聞のですねえこの記事を紹介しましたけどもねつまり買収容疑が極めて強いんですよ柿澤さんねうんそしてそれがどうなるかっていうと、まあ、普通だったら逮捕ですよね逮捕だけどね僕が聞いている情報ではうーんこれはね可能性として非常に強いのは来年1月ですね これ在宅起訴される可能性が強いと言うんですよ、ねうん、まあこれね考えてみればねそうだろうなと思うんですよね逮捕の場合はほら国会議員ですからね柿澤さんねあの不逮捕特権ってあるじゃないですか、ね、もし、えー、これ警察なり検察がね逮捕しようとすれば、えー、これはね国会に逮捕許諾請求ねこれを出さなければいけないわけですよそうするとまたねあの時間がこう経ってね 非常にまたごちゃごちゃしてくるということですね。なの在宅基礎であればね、これ問題ないということですよね。うん。でね、もしね、そうなればですよ、在宅基礎なんてことになれば、ね、もう岸田内閣が早ければ12月に終わっちゃうんでね、あれなんだけども、もしね、えー、続いていればですよ、ね、うん、これ岸田さんね、これ前も前も説明したようにね、あのー、これ麻生さんも、 財務省と組んで今はね、えー、岸田さんをもう切ることこれしか考えてないですからもう一日でも早く切りたいというのが麻生さんと財務省の、えー、今非常に念頭にあることですからね,、うん、ねこれ何でかというとね、あのー、とにかく岸田さんね一日も早く一日もね長くやら,や,やられちゃったらね あのー、菅さん、ね、二階さんという反、ね、主流が、ね、力を盛り返してきて、ね、石破さんという、ね、この強力な弾を出してくる可能性があるわけですよね。その下手したら負けちゃうわけですよ。ねうんね、なので、もう一日早くやめさせて代わりに今の幹事長の茂木さんを出してそして茂木内閣は早いとこを組閣させちゃおうとそして来年3月のこの本予算ですね来年度予算 これをとにかく茂木内閣のもとで作らせてそしてね実績を上げるとね、うん、まあ実績なんていうとねかっこいいんだけども実際ねこの予算っていうのはこのお金をね地方とかいろいろねばらまくことですから、まあ、そこでいろんな恩義ができるじゃないですかねそうすると現職の強みが増して来年秋の えー、この総裁選ね、これまだ自民党総裁選どうせやってくるんだけども、そこで少しでも有利に立つじゃないですか。ね。ということで、主流派のね、地位が保てる、つまり麻生さんはまたね、同じような、そのキングの位置についてですね、六本木辺りでうまい酒が飲めると、ね。あまあ、もう今夜また来たぞ、みたいなね。まあそんなような、このね、肩で風切ってね、この帽子かなんかこう、ね、やってですよ。そういう生活が送れるということですよ。ね。 ところが、これがね、菅二階の方にねあの、主導権取られたらですよ、もう肩で風邪切ったってね、なに、どうせ負けちゃったんでしょう、みたいなね、六本木でね、まあ、表立っては言わ,言われないだろうけどもね、腹ん底でそう言ってんじゃねえか、みたいなね、そんな感じになるんじゃないかっていうね、まあ、麻生さんの脳,脳内はね、そういうことになってんじゃないかと思うんですけどもね。うん。まあ、いずれにしてもですね、えー、このね、<laughs> 岸田さんがね適材適所と言ってね法務副大臣にしたね、えー、議員ですよ。ねえー、この人はね柿沢美戸さんが買収で在宅起訴されもうそれだけでね岸田内閣は来年1月吹っ飛びますよ。吹っ飛ぶ。吹っ飛ぶぐらいの話ですよこれ。ね。ああ。ね。完全に誰,誰の目にも明らかになるわけじゃないですか。ね。 わあ、岸田ってのは泥棒を警察署長に任命していたんだっていうね、そういうことになるわけですよね。うん。そしてそうなった時にはですよ、ね、え今日の本日のね、この参議院予算委員会での、この立憲民主党のね、石橋議員と、それから岸田さんの質疑ですね、これは改めて人の口にの、口に昇ってくるわけですよ。ね。うん。つまり、買収容疑でね、 調べられている法務副大臣ねこれが辞表を出したというのにですよその事情聴取についてですねこれは法務大臣に任せっきりで首相である自分はその法務副大臣に直接面会もしなかったということ、ね、その熱意のなさそしてその買収容疑の法務副大臣がねが辞表を提出する理由についてですよ審議の妨げになるから なんていう理由だけ聞いて納得していたというね。そういう、なんていうかな。この情熱のなさというかね。うん。まるきり、なんていうかな。あのー、責任感のない態度。ね。これほど責任感のない態度ないじゃないですか、これ。ね。ああ、こんなのが日本の政治家ですよ。あるいは日本の政治ですよ。こんなのやってんのが。ね。 これ、苦笑いしちゃうじゃないですか。誰もがね。いやー、ひどいね、という話でしょう。これ、よその国の問題として聞いたらね、いやー、そこもひどいねー、なんていうね、みんな喋ってると思いますよ。<laughs> ね。つまりね、岸田さんには、真相にですよ、少しでも迫っていこうというね、そういう気持ち、情熱がね、欠片もないんですよ。欠片もないんですよ。うん。 かけらもなハハね, <laughs> ね、うん。そしてね、前もね、あのー、これ何度かね、お伝えしたようにですよ、自民党のこの政治資金ですよね、このパーティー券収入ですね、政治資金パーティーね、えー、これのパーティー券収入について、この自民党の一通の派閥がですよ、ね、非常に不正確な数字、これを政治資金収支報告書にね、載せていたという問題ですね。 うん、これは僕が前に説明したようにですよ、これは自民党の構造的な問題なんですよね。この秘書の段階から、これ、パーティー権っというのはねあの、自民党のパーティー、それを各派閥に割り振ってね、ノルマとしてね、ねそれがその派閥が今度は国会議員に割り振って、ノルマとしてね、そして今度は国会議員が秘書、ねうんまあ、それぞれの秘書に何枚か、ね、割り振って、これだけ降りなさいよと、やるわけですね。 そうすると、これは各段階でですね、秘書の段階、国会議員の段階、派閥の段階、みんな中抜きしてるんですよ。中抜きしてるんですよね。わかりやすく言ったら、例えば秘書であればですよ、ね、10枚預かって、そのうち3枚は行方不明になっちゃってる。ね。で、このパーティー券ね、えー、2、3万円ですからね、3万円だとすれば3、3枚でサザンが9でしょ。 9万円は自分の懐に入れるわけですよ、ねうん、それで行方不明っていうことですね。それと同じように、えーねあのー、各議員、各派閥ですね、同じように懐に入れちゃってるわけですよ。そしてそれがね、まあ、いろんなところに使ってるわけですよ。まあ、秘書であればね、いろいろ飲み食いっていうかな、えー、まあお付き合いも、ね、いろいろ大変なんでですね、安給料でっていうかな、まあ、それで、あそれでまあ少し支弁してるわけですよ。ね うん、国会議員は国会議員でまたねあのうまいところ使ってるものかもし,るかもしれませんけどねこれね,、うん、<laughs> ね。それからあ、ね、派閥は派閥でまたね、えー、この上層部っていうかなそこで山分けしてるのかもしれませんけどねこれよくわかりませんその辺はね、うん。いずれにしてもそういうね自民党はこの3段階にわたって中抜きの構造があるんですよ。ねうん、多段階中抜き構造っていうかね、まあ、こういうふうに名付けてもいいんですけどうね。うん 要するに自民党というのは金にルーツ。ね。うん、もっと汚い言葉で言ったら、ね。金に汚い。そういうね、えー、人の集まりなんですよね。なのでそういう人の集まりは、こういう金の問題が構造的な問題としてね、もう、もうこびりついちゃってるんですよ。ね。うん。なので、今日ね、そのこともですね、この石橋議員のね、質問で出てですね、で、岸田さんはね、 もう最初からね、こんな問題にですね、正面から、あの、ぶつかっていこうなんていうね、考え、気持ちはね、もうゼロですよ。誰が聞いてもゼロ。ね。うん。それがね、国会中継で見ていれば、もうね、誰が見ても丸分かりになっちゃうんですよ。そういう答弁なんですよ。ね。うん。つまり石橋さんがね、まあ、徹底的に、この,この問題をね、徹底的に、 ね、正すと、そういうことを各方面にあなたの責任で支持していただけるんですねというような、ね、意味合いで聞いたら、岸田さんはいや、各方面は各方面で独立しておりますので、各方面でそういうことを適正にやっていただきたいとかね、そんなようなね、答弁で逃げるわけですよ。ね。<laughs> そういうようなね、とにかくね、 まるでね、<laughs> 熱意というものがないんですよ。熱意というものがね。なのでね、これはね、えー、っと、本日の午前中ね、えー、この同じ参議院予算委員会ですけども、立憲民主党のね、えー、っと、辻本清,清美さんですね。うんまあ、この人がね、えー、いろいろ質問をしたんですよね。うん、辻本さんなんかね、立憲民主党のね、 あの代表をやればいいなと僕は思ってるんですけどもね、あねまあ、いずれにしてもですよ、この質問して、ですねこれはね、G 通信の、ね、記事で載っているんだけども、えー、この例の防衛費ですね、防衛力強化、ねこれ43兆円え、つまり5年間でですね、えー、5年間で43兆円ですね、まあ、これ、まあ、決まってるわけですよね、この範囲内で強化していくということなんだけども、 今ね、円安じゃないですか。ね。うん。円安だから、円安だと、当然ながらですね、これ <laughs>、アメリカのね、高額兵器ですね、これを買うことがね、一番のメインの目的ですからね。うん。ね。<laughs> で、そのことについてですよ、ね、当然ながら、円安だから、相当跳ね上がるわけですよ。ね。うん。 えー、これちょっとね計算してないでわかんないんだけども例えば60兆とかねまあそのぐらいになるわけですよこれねうんそうなると43兆って言ってるんだけどもねそれってあのー、大丈夫なんですかとね本当にに43兆で収まるんですかっていうねあこれ辻元さんがそれを垂らしたわけですよねで、えー、岸田さんそれに対してね、えー、43兆円という範囲内で 強化していく方針は変わりませんとかね、なんとか述べたということなんですよ。ね。うん、これね、とにかく、今言ったように、アメリカから、ね、すごい高い兵器を買うと。これが目的なんですよね。で、このね、防衛費2倍については、何度も何度も何度も説明しましたけどね。これは安倍さんとトランプとの間の密約なんですよね。うん。 そしてね、アメリカの高額兵器をとにかく買うということですね。そして、それもただ買うだけじゃなくて、FMS 方式というね、非常に得意な方式で買うんですよ。これ普通のね、小取引じゃないんですよ。つまり、アメリカのロッキードとかね、レイセオンであるとかね、あのー、そういうその軍需メーカーと日本政府との間で、1対1、ねえー、差しの取引じゃないんですよ。 アメリカ政府をここにね、間に入れちゃうんですよね。アメリカ政府はそこで、えー、これはね、あの、開発費が政府の方でもかかったので、えー、これはいくらかね、上乗せさせていただきますということで、2倍、3倍になっちゃうんですよ。そしてその内訳というのは、日本政府は全くね、説明を聞くことができないことになってるんですよ。信じらんないでしょ。全然普通のショートレじゃないんですよ。FMS 協定というのは。ね。そして、 これがね、安倍さんの時代に安倍トランプとの間で、それまでは全防衛費のですね、2、3割だったのに、この FMS 協定が70%、80%になっちゃったんですよ。なので、日本の防衛費が足りなくなっちゃったんですよ。そこで仕方ないので、安倍さんがトランプとの間で、それじゃあ、防衛費を2倍にしようじゃありませんかみたいなことで、2倍、<laughs> ね、二倍にするということになったわけですよ。ね。 そしてその目的はもうはっきりしてるわけですよ。ここでも中抜きの構造なんですよ。ね。うん。つまりアメリカのね、軍産複合体、あるいはね、人によってはディープステイトとかね、DS とか呼ぶ人もいると思うんだけども、そこが中抜きし放題なんですよ。そしたらそれはトランプだろうと、バイデンだろうと同じなんですよ。ね。なので、これ日本の防衛費2倍ってのは、アメリカにとっても絶対の条件なんですよ。 それは絶対やれよということなんですよね。うん。そうやって2倍にしたわけですよ。ね。うん。ね。だからね、これ2倍ってのはですよ。ね。本当の日本のね、防衛を考えたものじゃないんですよ。はっきり言えば。ね。日本の防衛ってのははっきり言えばですよ。これね、まずね、みんなこの議論を忘れてるけども、国民をいかにしてね、保護するか、防衛するか。 ということとなんですよところがそんな議論全然ないですよ。全然ない。ね。いかにアメリカの兵器を買うか。ね。うん。ミサイルをね。あの。アメリカで用済みになったミサイルをね。うん。あの。いっぱい買ってですよ。ね。そして満足してる。スタンドオフミサイルとかね。うん。そんなような話ばっかりですよ。ね。 うん、で、その理由は何ですかアメリカが言ってきてるのはね、とにかく台湾有事ですよ。台湾有事ね。うん。安倍さんもね、最初の頃言ったでしょ台湾有事は日本有事はありませんかみたいなね、ことを、ね、言いましたよね。うんで。これはね、どういうことかっていうとね、とにかく、えー、日本の中でね、防衛費2倍にするなんて言ったら、ね、最初もう狂ったかと思われますよね。ずっと1%でやってきたのにね。で、その理由としては、 台湾有事がね、あるに違いないと。ね。うん、ということをまずねあの、日本の世論で巻き起こす。それがねあの、一つの手段だったんですよ。台湾有事。ところが,日本が、日本がですよ、去年の年末に岸田さんがね、本当にバカみたいにですよ、無批判に、この防衛費2倍,2倍を、防衛3文書の閣議決定で決めてしまったわけですよ。ね。 そしたらその瞬間、その直後ですよ。ブリンケンが中国に飛んでですよ。ね。まあその直後では、直後でなかったんだけども、今年2月に行こうと思ったらね、あのこの気球の問題でね、中国からアメリカに飛んでいったね。行けなくなって、そして6月に行ったわけですよ。そして習近平と会談してね、うん、そしてブリンケンがね、とにかく台湾の独立に反対しますと。ね、習近平にね、面と向かって行って、そして、 えー、この記者ブリーフィングでも言ったわけですよ。それ何意味してるかっていうと、台湾誘致はありませんということですよ。なんでかというと、習近平が断るごとに言ってますけどもね、とにかく中国は、えー、これはね、台湾に武力侵攻するというね、条件、これたった一つなんですよ。どういうことかというと、台湾が独立を目指すときですよ。ところが、ね、アメリカがそれに反対してるっていうのに、 台湾が独立をどうやって目指すんですかできるわけないじゃないですか。<laughs> 自殺行為でしょ。ね。あね。自らね。死を選ぶ行為ですよ。ね、うん。そういうことですよ。で、これはね、とにかく中国は長期的な目標があるんですよ。台湾を経済的に含み込んでいこうという目,目標なんですよ、ねえー。中国が欲しいのは台湾の半導体を筆頭とするね。先端産業。うんね。 これなんですよ。もしねあの武力侵攻なんかね、えー、したらですよこれはね、台湾は壊滅しちゃうんですよ。ね、まずね上陸作戦を展開する時にねその前に、えー、都市部にねミサイルを撃ち込まなくちゃいけないとそのもうその段階でもうねあの先端産業は壊滅状態になっちゃうそうするとあの中国にとって台湾を含み込むうま,いうまみが何にもなくなっちゃうんですよ。ね 理に悟いね、中国。理に悟い習近平がそんなことするわけないじゃないですか。ね。ね。もうちょっと現実を見ましょうよ。現実をね。うん。ね。うん。栃木の有事工事はあっても、台湾、台湾の有事はいないんですよ。ね。いないっていうかないんですよ。ね。存在しないんですよ。これはね。これはもうはっきりね、現実の問題としてもう見極めましょうよ。ね。 うんね、ところが、えー、そういう、ね、ことを無視してですよこれはね、えー、そういうことが始まったらね、えー、沖縄の米軍基地ここを、ね、まず真っ先にやられるんじゃないかとということで、えー、これは沖縄を、ねえー、中心とするこの西南諸島ですねこれを防備を固めなくちゃいけないと,ということで、ね、それで防衛費を2倍という、ねまあ、そういう名目になってるわけですよね。 ところがその時に、じゃあ沖縄の住民どうするんだと。ね。沖縄の住民どうやって守るんだと。その議論が全然ないじゃないですか。こんなホンマステントの話ないでしょ。ね。こんなホンマステントの話ないでしょ。そこからしてももう全然おかしいんですよ。だいたい辺野古基地のね、作るったってですよ。ね、辺野古。あれだっておかしいじゃないですか。ね。海底がですよ。ものすごい軟弱ですよ。 僕は関西国際空港をね、取材よくしたんで、大阪湾のね、下についてもよく知ってるんですよ。まあ、万博会社もそうですけどね。もう、ドロドロなんですよ。潜水風に聞いたらね、鉄の棒をね、ある時刺してみたんですよ。潜水風がね、潜って。そしたらね、3メートル。3メートルは、何の抵抗もなくですよ。スーッと入っていっちゃったんですよ。こういう地盤ですよ。ね。大阪湾。 ねうん、ここで万博会場をやろう万博をやろうってう話ですよ、ね。そしてその万博はともかくとして沖縄も似てるんですよこれに塀の古の下が、ね。そしてこれもねものすごいお金がかかるしね大変なお金がかかる、ねね。そしてこの工事のやり方についてもね非常に揉めてるじゃないですか。ね、もう全然ね国と沖縄県で信頼関係が何もないでしょ。 これでどうやってそのなね、えー、沖縄の防衛をやるんだっていう話じゃないですか。そここそまずね、先にやれって話じゃないですか。お金かかんないんだからね。うん、まあね、ほんと一からね、間違ってるんですよ、この日本政府ね、岸田政権というのは。ね。うん。そしてね、そもそもこの防衛費2倍っていうのはね、前もちょっと言いましたけどね。うん、このね、<laughs> 防衛省に非常に詳しいね、あのー、ね、えー、人に聞いたらですよ、防衛省に非常に詳しいっていうか、まあ関係者ですけどね、関係者に聞いたら、この防衛費2倍についてね、防衛省と自衛隊の幹部というのはね、みんな浮かない顔してるんですよ。ね。まあみんなかどうかあれだけども、非常にね、事情をよく知っている、要にいる人たちは浮かない顔をしてるんですよ。どういうことかというと、軍隊というのは、このオフェンシブ、 攻撃型の軍隊とディフェンシブ、防衛型の軍隊とあるんですよね。で、日本はね、自衛隊はもちろん後者、ね、ディフェンシブな、ね、防衛型の軍隊なんですよ。そうやってね、あの、整備ですね、システムですね、みんなそういうふうに作ってきてるし、それから、この自衛隊の中のこの教育ですね、自衛隊員に対する教育、それもすべて、そういう、その防衛型ですね、そういうシステムでできてるんですよ。 なので、これね、一から変えなきゃいけないってことになっちゃうわけですよ。こういうね、えー、スタンドオフミサイルとかね、持って、えー、敵基地攻撃能力とか持ってね、攻撃型なんてことになると。じゃあどうしたらいいんだっていう話なんですよね。うん。これもう無理だろうということで、じゃあどうしたらいいんだってみんなの頭を抱えてるわけですよ。ね。うん。つまり現実的じゃないんですよ、はっきり言って。ね。うん。現実的ではない。 ということなん。ですよね,ね、そのぐらいですよ。この岸田さんをね、去年の年末にね、簡単に閣議決定しちゃったけどもね、うん、3文書で、防衛費2倍。ね、そんな簡単な話じゃないんですよ。ね、つまり、この自分の仕事、この政治家なら政治の仕事ですね、それに熱意のない人の仕事ってのはこうなるんですよ。 自分でね熱意のある人ってのは細部まで結構詰めるんですよ。まあそれは限界はあるんだけども、ねある程度は詰めるんですよ。で常識的な判断はできるんですよ。ね、で常識的な判断できる首相であれば簡単に防衛費2倍なんてはしないんですよ。ねアメリカの、ね、気持ちはわかるけれども、ねうん それはそれとして日本には現、日本の現実があるので、そうはいきませんと。ね。いうことで、えー、せめてね、1%, 1をね、こうちょっと上乗せしてみしたみたいなね。まあそのぐらいとちょっと我慢していただきたいみたいなことになるわけですよ。ね。うん、それがね、政治に熱意のある政治家のやることなんですよね。うーん。ね。 なので、ね、まあさっきね万博の話ねちょっとねこの地盤の,地盤の関係でね、えー、ちょっと言いましたけども触れましたけどね辻元さんはね同じ、えー、今日のね質問の中で、えー、この大阪万博ね関西万博それについても聞いてるんですよ。ね。うん、これねこれもちょっと驚いたんだけどもこの会場建設費ですねこれまあ2,350億円というねこれもね まず膨らみ続けてきてるわけですけどもそれに加えてですよこの日本のパビリオンこれの建設費用ですねこれがね含まれていなかったということなんですよねまあどこまでごまかすんだっていうことですよねあ,あねそして岸田さんはねここもね、えー、非常にね、えー、一言みたいにね 全体像、透明性をもって国民に示すことは重要ですとかなんとかね、言ってバカだと思いますけどね。で、この日本のね、パビリオンですね、これはね、西村光年ね、経済産業大臣が言ったのは、総額360億円、360億円以内に抑えたいというふうにね、答弁したっていうことなんですよね。うん。360億円ですよ。ね。 あまた360億円ね,、えー、ね、また増えるっていう話じゃないですか。単純な話。ね、どこまでごまかすんだっていう話ですよね,あね。そして岸田さんはね、またね、今言ったように他人事ですよ。ね全体像を透明性をもって国民に示すことは重要だって。最初っからやれよっていう話じゃないですか。ね どういう頭してるんですかね、岸田さんってね。これ支持率はね、これね、もう誰がもう見ても聞いても下がるの当たり前ですよね。うん、えっと思うじゃないですか。ねうん、なので、これはね、麻生さんも財務省も見捨てたわけですよ。ね、うん、もうちょっと岸田使えるかなと思ったけども、全然ダメだなっていうね、ことですよね。うん ね、そ,れそういう岸田さんがねこれはね西日本新聞でねこれちょっと見,見つけたんでね紹介しますけどもね、うん、これおかしいんですよ、ね、その西日本新聞のね肝心なところのね部分ちょっと読んでみますとねこういうふうに書いてあるんですよ「えー、岸田首相は保守,保守層の引き止めに神経を尖らす自民党内に 皇位継承に関する懇談会を設置し、えー、17日11月17日ですねに初会合が開かれた同様の組織はこれまでもあったが総裁直轄機関に格上げして本気度を演出した形だ座長に麻生太郎副総裁を据えメンバーには男系男子を重視する保守派の重鎮議員も顔をそ顔をそろえた 先延ばしできない重要課題とはいえ自民党幹部は急に言い始めた不自然だと戸惑う別の自民党関係者は保守層の取り込みと思われても仕方ないというようなことでねでここでねえー、っとねこの西日本新聞のこの記事のね見出しがねこういうことなんですよえー、岸田離れが始まった自民党内で広がる遠心力 保守層をつなぎ止め、麻生氏を皇位継承懇談会座長にっていうね、うん、要するに麻生さんに対するお弁ちゃらっていう、ね、意味合いなんですよ、ねうんえー。つまりこのね、皇、えー、位継承に関する懇談会ですね、これを一応ね、総裁直轄機関に格上げして、そして、えー、その会長に麻生さんをね、つけるというね、これ要するに岸田さんのね、何を考えていたかというと、 まずは麻生さんに対するお弁ちゃらですよね。まあこういうね、極めて重要なところにやっぱり麻生先生しかいない,い,ないっていうね。そしてさらに、この保守層をね、納得させるために格上げしたということですよ。ね。岸田さんとしてはね、一石二鳥みたいなね、ことだったもね、ことを考えたかもしれないんだけども、全くの方向違いですよ。ね。全くの方向違いだし、あまりに遅い。 ねうん、これ遅いなんていうんじゃないですよ、これね。まずね、麻生さんにね、おんちゃらなんかね、何の関係もないんですよ。というのはね、うん、これはね、そんな問題じゃなくって、岸田さんの問題というのは、この支持率の問題ですよね、端的に言えば。20%, 20台ですねね。 で、なんで支持率が落ちているかといったら僕が今日ね、まあ、ずっとこう説明してきたようにですよとにかく岸田さんは政治に向いてないね自分の言葉がねしゃべれないなぜかといえば、えー、普段ね政治に関心がないのであまり考えてないなので自分の言葉が出てこないでそのことは今日の国会中継もあるけどもみんなニュースとかでいろいろ見てるんでもう気がついてるわけですよ あダメだこりゃあ、と。ね。うん。ということですよね。なので、えー、これはね、あのー、麻生さんにしてみればね、岸田さんを引っ張って引っ張ってですよ、首相にね、ことり続けさせてしまったら、さっきも言ったようにね、二階さん、菅さんが、反主流派がですよ、石破さんを用意して、ね。えー、そして、えー、これ下手したらやられてしまうと。ね。 そしたら俺らもう六本木に肩,、ね、肩で風邪切っていけねえじゃないかっていうね話ですよね。<laughs> ねうん、だから石破体制が整わないうちに、ね、岸田さんね岸田お前派げおりろということで茂木体制に切り替えて、ね、そして主流派を大間安泰にするという話なんですよ。ねうん、今更おンちャら行ったって遅いし何の効果もないしね。うん ここもね、岸田さん、本当にね、政治家の鈍い人だなと思うんですよね。うん、ね。で、そのことに関してね、これ、辻元清美さんがね、また、なかなか鋭い質問してるんですよ。ね。うん。これ、産経新聞のね、記事なんだけどもね。うん。これ、どういうことかということですよその。そのね、肝心なところをちょっと読んでみますとね、こういうことなんですよ。えー、立憲民主党の辻元清美氏は、 え、来年9月までの自民党総裁任期中の憲法改正に意欲を示す岸田首相の姿勢を批判した。辻元氏は衆院憲法審査会やその前身となる衆院憲法調査会が23年前に設置されて以来、岸田首相は所属したことがない。所属したことがないと指摘。若手の時から一回も委員になっていない。議員は 自分の関心のある委員会や審査会に入ります。首相は、総裁選再選のため、右派をつなぎ止めたいから、会見を先送りできないとおっしゃっているんじゃなありませんかというふうに主張したわけですよ。これ全くその通りだと思いますよね。うん、で、岸田さん憲法に何の関心もないんですよ。ね、つまり、ね、杉本さんが指摘しているように、23年前に、 衆議院憲法調査会がね、あの、設置されてですよ。その後ね、これが憲法審査会になったんだけども、それに岸田さんはですよ、若い頃から一回も入ってないんですよ。これ普通ですよ。ね。えー、関心のある委員会にですね、えー、これ自分からあまあ手を挙げて入るわけですよ。ね。うん、関心がある。それ勉強したい。これ普通そうじゃないですか。ね。うん、そして入ってその道の 専門家になっていくっていうかね。うん、そして、えー、それをもとに、立法の方、立法としてですね、立法機能として、えー、いろんな仕事を果たしていくということでしょ。う。それが全然やってないということですよ。ね。それが突然ね、憲法改正をよく示すってね、一体何の、何の目的があって <laughs>、政治家やってんのって話じゃないですか。ね。あそういう話ですよ。 そしてね、もう一つですね,ね、関心がないっていうね、僕は本当感じるのはね、うん、これはね、トリガーですよ。ガソリンの値下げのためのね、トリガー条項ですね。これね, <laughs> ね、これトリガー、ね、これ、まあ、フラッシュの記事なんかね、えー、見てるんだけども、トリガー条項がですよ、これ、発動されればね、これ、発動されればってね、まあえー、前もね、何度も説明しましたけども、要するにガソリン価格がですね、小、え、売、ー、価格ね、 これリッターあたりですね、えー、3ヶ月で連続で160円超えた場合ね、これレギュラーですけどね、1リットルあたりに課税される税金53.8円、そのうちね、上乗せ分2 5 1円っていうのがあるんですよね。このね、あのー、ここがですね、あのカットされるんですよね。これがね、トリガーっていうんですけども、ね、そうするとですよ、これ、トリガー発動すれば、 あのー、大変な話になるじゃないですか。25.1円。まあ約、約25円ですね。これがね、なくなるわけですよ。ね。うん。だいぶ安くなるじゃないですか。ね。うん。それをね、はっきり言って、もう今すぐやれっていう話でしょ。はっきり言えば。ね。うん。ところがやらないわけですよ。ね。そしてね、えー、これね、財務省のね、鈴木さんがね、鈴木俊一財務省ね、財務大臣。 この人がとにかくね、そのトリガーを発動すれば、国と地方を合計で1.5兆円もの巨額の財源が必要だと言ってるわけですよ。ね。ところがですよ、これまで政府はね、あの、石油元売り会社に補助金支給してるんですよ。ね。うん。そしてその補助金が、なんと6兆2000億円上ってるんですよ、これまでで。で、6兆2000億円と、ね、それから、 一兆五千億円とどっちが大きいんだって話じゃないですか。これ誰もがわかるでしょ。ね。トリガー発動した方がいいに決まってるじゃないですか。一兆五千億円で。しかも25円下がるわけですから、これね、明確に。ね。ひどい話ですよね、これね。うん、ひどい話なんですよ。ね。これはひどいですよ。ね。で、これでね。 あの元明石市長のね、えー、泉房夫さ,さんですね、がねあの、説明しているんですよ。このね、フラッシュの記事ね、見てるとね。で、この説明があまりにね、明確っていうかな、まあ、非常に正しい説明なんでね、あの、これね、ちょっと読んでみたいと思うんですね。これ全くその通りなんですよ。どういうことかっていうとね、1.5兆円なんて大きな額を減税できないと言いながら、片や補助金として6兆円を企業にばらまく。 金を受け取った企業は一部を政治献金しその関連団体に官僚が甘くなるという構図ですと国民からは金を取り企業は助けてバックマージンをもらうねっ、うん、そういう話ですよ、ねうん、財務省を中心に国民から取ってきた金を企業と取り巻きの政治家と官僚が山分けするという政治を 30年やってきたわけです。これ全くその通り。ね。ふさすが泉房夫さんですよね。あ、う、あ、ん、その通りですよ。これね。あ、う、あ、ん、これはね、まあ誰が見てもね、6兆円より1.5兆円がね、少ないに決まってるんじゃないですかね。あ、う、あ、ん、ね。で、これ泉さんが言うように、補助金ね、補助金6兆円をもらったね、企業、セキュリ売ー元売り各社。これはね、政治献金して自衛隊にね、自衛隊や自民党にね。そして、 えー、今度は、えー、そのね、石油元売り各社の関連団体にね、ね、えー、財務省とか、天下り官僚を受け入れるわけですよ。ね。ね。うねね。そしてね、じゃあトリガーで、このね、官僚がですよ。ね。財務官僚が、国民に1.5兆円やったってですよ。官僚には何のうまみもないじゃないですか。ね。うん、国民の方に天下りするったってね。<laughs> これ何の話かなっていう話でしょう。ね。うん。ということで、 これはね、もうとにかく、財界、それから、えー、財務省官僚、自民党、みんな喜ぶのは6兆円の山分けなんですよ。ね。国民に1.5兆円当たって、ね、自分に返ってこないじゃないですか。そういう話なんですよ。ね。ひどいもんですよね、これね。うん。まあ、ということでね。まあ、ひどい話をね、ちょっとしましたけどね、これ自民党ね。それから岸田さんね。ただね、 これね、まあ、ここでね、まあ、ちょっとだけまた触れますとね、野党ね、これ立憲、立憲民主党はやっぱりダメなんですよね、これね、うん、これね、えー、昨日のね、日曜討論ですね、NHK の。ここでね、えー、岡田さんですね、岡田幹事長、ね、立憲民主党の、消費税減税はありえないっていうふうに言ったというね、こと,じゃことだそうですね。僕ちょっとそれね、あの見てなかったんでわかんないんだけどもね、うん、これ、そんなこと言っちゃだめですよ、これね、うん。 まあ、何度も言うように、野党がまとまるですね、要の問題じゃないですか、ねうん。いくらね、この財務省とね、に言われたからといってね、そんなこと言っちゃダメですよ。少しね、頭使わなきゃ。ねうんねうん、そしてね、とにかくね、自民党と一緒にやっていこうなんていうね、そんなね、えー、変なことね、もう早く捨てた方がいいですよ。ね 早く捨てなきゃダメですよ。ね。それからもう一つね、この立憲民主党代表の泉さんね、これちょっと驚きましたね、これね。えー、これ25日の X、ツイッター、Twitter、ですね。ここでね、なんか泉さんがね、戦車ですね。うん、戦車をバックにしてなんかね、ちょっとけのわかんなかわかんないことを口走ってるんですよ。ね、うん。これどういうことを口走ってるかというとね、後ろに戦車が、戦車が映ってるんですよね。で、こういうことをね、 あのツイートしてるんですよ。今年は1月の陸上自衛隊習志野駐屯地での第一空挺団降下訓練始めから始まり本日は宇治駐屯地72周年式典へ来年3月で退役する74式戦車も長年の我が国,我が国防衛への貢献ありがとうございましたでねこれ戦車にありがとうございましたはないだろうと。 いくらなんでもね、これね、立場、立場っていうかな、ね、立憲民主党をね、あの、の寄って立つ基盤というかな、それはやっぱりね、少し頭にね、ないのかなと思いますね。うん。あなた自衛隊の、自衛隊、自民党の総裁なんですか、立憲民主党の代表なんですか、どっちなんですかということですよ。ね。うん。ね。 そんなにですよ。あのー、ね、自民党にね、あのー、なんていうかな、あのー、媚びを打ってどうするんですか、一体。ね。うん。本当にね、まあ、この感覚どうしようもないなと思いますね、これね。うん。まあ、というようなことでね、今日もちょっと長くなりましたけども、まあ、この辺でね、えー、終わりたいと思います。 えー、ちょっとね最後にですねまた CM タイムいただきましてねこれはコロナ日本国書ですねこれはやっぱりね、えー、自民党政権下のもとではですね、えー、コロナ対策感染症対策ってのは非常に重要なんですけども、えー、なかなかね、えー、科学的な知見に基づいた対策ってのは出せなくて利権に基づいた対策になっちゃうんですよねなのでこれはねことごとく失敗するんですよ うん、これからねさらにね感染症対策非常に重要なんですけどもこれではだめなんですねそのことをね是非この本を読んでね勉強していただきたいなと思いますねそれから福田村事件ですねこれはね関東大震災の時に、えー、非常に慌たらしいですね犠牲、えー、がですね、えー、大量にあったわけなんですよね。 そのことについて歴史の資料からですね、えー、浮かび上がらせたそういう本なんですよでこれがね9月に、えー、9月から始まったですねこの公開されたね同盟福田村事件という映画ねそれがプサン国際映画祭ってね重要な賞を、ね、獲得されましたねでその後原作となった本なんですね、まあ、非,常に非常に読みやすいのでですね、えー、非常に重要なね、えー、日本史の事件なんでですね読んでいただきたいなと思います それから、ジュリー・アンドリュース・ジオデンですね、えー。これは国際的なミュージカルスターであるね、ジュリー・アンドリュースのね、ジオデンですね。えー、これはね、えー、イギリスの演劇界であるとかね、アメリカの演劇界であるとかですね。 えー、そこに繰り、えー、広げられた人間模様であるとかあるいはジュリー・アンドリュス自身のねラブロマンスであるとかですね、えー、そういうですねことがね温かい視点で嘘を偽りなく書かれていますので非常に面白い本ですぜひ読んでいただきたいなと思いますそしてこれがね僕が関係させ,させてもらっている後発処方新書の新刊なんですけども、えー、今日本全国地方の方ではあのー、本屋さんが少なくなってきてですね本を直接買えないとか あるいは Amazon でも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけどもそういう方は、えー、5月予防新者に直接ファックスなり電話なりしてきてください郵便振込であるとか銀行振込で対応いたしますので、えー、そして5月初防新者のファックス番号電話番号は104の方ですぐにわかりますので、えー、ぜひですね遠慮なく行ってきていただきたいなと思いますというわけで本日はこの辺で終わりたいと思いますどうもありがとうございました